はじめまして、ラッパーのタースレーダーと申します。よろしくお願いします。この会場、清涼会館で初めてのラップショーとなります清涼会館のラップデビュー戦となりますので、皆さん、しばらくの間ラップというものに耳を貸していただければと思います。ターンテーブルというものからレコードを乗っけて、その上から音が出ます。これも清涼会館初めてですこのディスコミキサーとターンテーブルという機材が、清涼会館で初めて音を出す瞬間もぜひお楽しみください。よろしくお願いします。それでは1曲目はファイティングポーズ、聴いてください。即興詞です。ボブ・ディランが言った、間違いを知っていてそれを認めないのが一番の悪党だ。ボブ・ディランは歌った。かつてのハリケーンというボクサーが無実の罪で牢獄に入ってしまった。それを歌にして彼の考えを、彼の活躍をみんなに伝えようではないか。そしてその上で間違いを知ってそれを黙っているようならば、そいつもまた悪党だ。男は靴を履く、男が靴を履く、靴紐をしっかり結び、そして道に出る。壁にはポスター、二人のポスター、壁にはポスター、そのうちの一人が僕だ。男は歩む、男は走る、目の前にはリング、リングに飛び乗る。リングの上でしっかりと見据えて、ファイティングポーズ、ファイティングポーズ。そこから50年、そこから50年、いまだに取ってるファイティングポーズ、いまだに取ってるファイティングポーズ。リングの上、相手はいない、誰と戦い、誰と試合、誰を見て、誰がいない、誰が見ない、誰が聞こえない、誰が知らない、誰が知りたい、誰を知りたい、誰に知らせたい。男はファイティングポーズ、リングの上でファイティングポーズ。男は靴を履かない、男は靴を履けない、男は歩けない、男は走れない。ぐるぐる回って、ぐるぐる回る。前に行ったら壁、曲がったらまた壁、曲がったらまた壁、曲がってもまた壁。それでもファイティングポーズ、それでもファイティングポーズ。男はまだリングの上、戦う構えをやめない。誰が見ていて、誰が見ていなくて、誰を殴って、誰から殴られて、誰が知っていて、誰が知らなくて、男はファイティングフォース、男はファイティングフォース。袴田巌の試合の予定日が6月11日にもう一度あるらしいから、みんなリングの元に駆け寄って、その試合ぶりを見届けて、見届けて、勝利のために拳を突き上げて、その瞬間を見届けて。その日の朝が来て、リングの上には相手がいない、リングの上には相手がいない。でもまだファイティングフォース、誰と戦って、誰を殴って、誰から殴られて、それでもファイティングフォース。壁壁回っても壁、ぐるぐる回って、ぐるぐる回って、壁壁壁壁、それでも走り出す、それでも歩き出す。そのパンチが開けた一つの風穴は、そのパンチが開けた大きな風穴は、今その男がここでファイティングポーズを取っているという事実を僕たちに教えてくれた。その男のパンチが、空に開けた風穴が、いつか光を届けて男のリングを照らす。男はファイティングポーズ、男はファイティングポーズ。たとえ目の前に
誰ができなくても本当のチャンピオンが、名誉の王者が、本当にリングに乗って、そして目の前の相手をノックアウト、その瞬間を見るためにもリングサイドでずっと見届けていきたいと思います。ファイティングポーズ、袴田巌の歌でした。ありがとうございます。殴る相手が正義なのか、でも確実に袴田巌のパンチは風穴を開けて、そして先ほど言った情報がない、証拠の公開がない、その事実を教えてくれた。あとはその間違いを知って、自分が悪党になるのかそうじゃないのかを決める順番だと思います。ありがとうございます。次の歌は俺の遺灰を海に撒いてくれという曲です。聴いてください。これも即興時です。座りながら男が言った。俺が死んだら俺の遺灰は海に撒いてくれ。俺が死んだら俺の灰は海に撒いてくれ。前に行きたくて、明日を生きたくて、前に行きたくて、行けるとこまで、死の果てまで、その先に行くためには俺の灰を撒いてくれ。俺の灰を撒いてくれ。海の底ら中に撒いてくれ。知らない港町、朝のパンの香り、シャッターを開ける女の子のその横顔に太陽が当たって、その子の笑顔を照らして、それを俺は見たいんだ。この目でじっと見たいんだ。俺が死んだら灰は海に撒いてくれ。俺が死んだらこの灰は海に撒いてくれ。たとえ一粒の灰でも、誰かの小さな手にたどり着いたその手が真実を語ってくれる。俺が死んだら遺灰は海に撒いてくれ。俺が死んだら灰は海に撒いてくれ。行きたい場所に行けて、息を吸って行けて、前に行って後ろに行って、周りを見渡せて、そんな経験がしたくて、そんな経験がしたくて、俺が灰になれば、俺が海になれば、海は広くて大きい、山を越える、山を越える川の流れのように、どこまでもどこまでも、本当だったら行けたんだ、いつだって行けたんだ、今その時じゃないなら後で俺を連れてってくれ。体が行けないなら灰を連れてってくれ。俺が死んだら灰は海に撒いてくれ。石川和夫はそう言った。石川和夫は前を向いた。そうだ、ジョギングしよう、公園を走ろう。走れるだけ走れるんだ、空気を吸って味わうんだ、行けるとこまで行けるんだ。でもその先は、その先は地の果てまで行ったとて、その先にまだ行きたい。俺が死んだら灰は海に撒いてくれ。俺が死んだら灰は海に撒いてくれ。この限られた時間の中で、行けるところは限られて、会える人は限られて、時間もきっと限られて、でもその先へ、その先へ、俺が死んだら灰は海に撒いてくれ。俺が死んだら灰は海に撒いてくれ。誰かの小さな手に一粒の灰になってもいい。誰かの小さな手に握られて、その手から誰かがまた真実を語ってくれ。俺が死んだら灰は海に撒いてくれ。石川和夫さんの一言から着想した、俺が死んだら灰は海に撒いてくれでした。ありがとうございます。
今のは、映画獄友という、映画の一場面で石川さんが話していて、いろんな先ほどもその死刑囚のアンケートをもとに今日はラップをする、死刑廃止の声を響かせる、そういったテーマで来ました。その中で石川さんのあの一言、死んだら肺は海に撒いてほしい、そこに込められた思いをラップしました。ありがとうございます。それでは、次の曲はシステムという曲を、これも即興で歌います。それでは聴いてください。システム。システム、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 システムが回る。そのためにはまた誰かが触る、また誰かが困る。システムが回る。そのためにはまた誰かが黙る、また誰かが口ごもる。DVD を見る回数が決められて、朝のニュースを昼に聞いて、昼のニュースを午後に聞いて、朝が来るのが待ち遠しい、朝が過ぎるのが待ち遠しい。早く昼になってほしい、夜は毛布がもう少し欲しい。システムが回る、システムが回る。そのたびに誰かが黙る、そして誰かがまた口ごもる。声を聞いてはいけない、この声を聞かせてはいけない。誰かの安定を守るため、誰かの不安定を避けるため、この声を聞かせてはいけない。この声があることを知ってはいけない。誰かの安定を守るため、誰かの不安定を避けるため、システムが回る。そのためには誰かが止まる、そして誰かがまた黙る。システムが回る。そのためには誰かが止まる、また誰かが口ごもる。先ほどの話で大事なのは政治家。政治家が乗っかるステージは一体誰が作ったのか。この制度が続くのは政治家が悪いのか。その政治家を生み出したのは一体誰なのか。間違いを知って、それを指摘しないのが悪ならば、どれだけの悪が世にあふれて、どれだけのシステムに巻き込まれているのか。システムが回る、システムが回る。そのためにはまた誰かが黙って、誰かが口止まっています。システムを止めるためには声を出して、そのシステム自体に何かがおかしい、もっと見せろ、何で待ってるか見せろ、その燃料は一体何なんだ、なんでそのシステムはちゃんと回っているんだ、なんでそんなにくるくるきれいに回れるんだ、その理由をちゃんと問うのが大事だと思います。システムでした。ありがとうございます。次は僕の曲を歌います。僕は、脳梗塞という病気で33歳の時に倒れて入院してたんですけども、その時は入院してて、そして朝6時に起床で、8時に消灯で、そしてよく次の日に何があるのかという夢を見ていました。実を言うと、僕はその状況、明日どうなるか分からない、自分の健康がどうなるか分からない、こんなのは本当にひどい毎日だ、本当にひどい毎日だと思ってこの曲を書きました。でもその明日がちゃんと来ると勝手に前提として置いていたから、明日はきっと良くなるという話ができたんだなということに気づきました。その能天気な毎日がちゃんと来る、明日がちゃんと来る、明日が来て明後日が来て、そしたらきっと良くなって、そしたらまた一緒に遊びに行って、そしたらまた一緒にご飯に行って、退院したらまたいつもの日常に戻れる、そう思っていた頃の僕が、この死刑囚のアンケートを見た後にどれだけ浅はかだったかということが分かったので、あえてその歌を歌いたいと思います。君に会えてよかった、聴いてください。
3ヶ月くらいの入院が予定されていました。毎日毎日ずっと変わらない数値、変わらないデータ、でも明日になれば何かが変わるんじゃないか、そう思っています。そろそろ消灯の時間、夢の中に旅立つ時間、朝になればきっと全てが良くなるさ、きっと良くなるさ。あの丘を君と歩く、夏の日差しはまだ暑く、僕は額に汗をかいて、笑った君がタオルを差し出して、そうだ、あの木のふもとまで行ったら二人でジュースを飲もう、二人で並んで歩こう、ちょっと行ったらさ、ちょっと休もう。でも朝はまだベッドの中、昼はまだベッドの中、夜はまだベッドの中、でもきっと明日は、だから今日は君に会えてよかった、君に会えてよかった、君に会えてよかった、今日だから明日は、明日があって二人でどっかに行けると思って、その日その日を眠ることにしていました。そろそろ消灯の時間、夢の中に旅立つ時間、朝になっても変わらないなら明日なんて来なくてもいいから、ふとそうつぶやいた、君はただ下を向いて泣いた、冗談だよ、僕は笑って、君はただ横で黙って、ぎゅっと手を握ってくれた、握り返したら途方に暮れた、力が弱くて気づかれなくて、傷ついた分を傷つけたくて、でも朝はまだベッドの中、昼はまだベッドの中、夜はまだベッドの中、でもきっと明日は、だから今日は君に会えてよかった、君に会えてよかった、君に会えてよかった、今日だから明日は、二人のどこかへ行こう。 Netflix で死刑囚のインタビューの新しい番組が始まって、本当はこんなことが言いたかったんだ、本当はあの時こんなことを考えてたんだ、本当はあの時にこういう顔をしてたんだ、本当はあの時にあいつとこいつがいたんだ、いやいなかったんだ、そういう話をしていた。精神の安定を図るために誰にも会ってはいけなくて、そして20年の時が過ぎてもまだ誰にも会ってはいけなくて、ガラス越しの親族も、あるいはそのために結婚してくれた人も、ちょっとの時間会話するだけですぐにまた明日になって、君に会えてよかったと、明日どこかに行けると思える、そんな毎日が奪われてしまった人のことを想像し、想像し、絶望し、そして希望し、その先に何があるのか、どれだけ自分が共有できるのか、もし君に会えたならば、それがいいことならば、それを明日もやりたいし、明後日もまた会いたい、君に会えてよかった、そう言えるような人間関係で、もう一度社会の全ての人をつなげていきたい、開かれた制度が実現することを望みます。君に会えてよかった、ありがとうございます。で、ナッパーのダースレイダーと言います。今日はありがとうございます。DJ の音響、最後1曲、あと1曲で、持ち時間的には多分あの安田さんと青木さんの分をちょうど巻くぐらいの感じだと思うんですけども、あと1曲、僕はロンドンに住んでいて、そして、10歳まで、ロンドンのユダヤ人地区で暮らしていました。でその時に僕が
子供で見たこと、それが大人になって分かることっていうのがいろいろありました。今こう言って死刑制度のことも含めた社会のことを考えている人たちがそれを子供にどう教えるのか、子供がそれをどう見るのか、そしてそれを見て、それを聞いて、そして育った子供がどんな人間になっていくのか、自分たちだけの話ではなくて、実はずっとつながっていって、そしてあんまりにも無神経に、あまりにも考えずに、あまりにも当たり前になって、そして考えずにやっていた行動が実は全てその後の子供たちにつながっていくんだなと最近はよく思うので、この曲を聴いてください。ドリーマー、子供の時の歌です。Let me take a trip down memory lane。 ロンドンで幼い頃過ごしたぜ。イースティンチリーのユダヤ人地区で家族4人で過ごした日々。つかみはいきなり公園でチャリ、周りは気づけば近所のガキ。一言も喋れない俺に指差し、ついてこいのポーズ。いつしか隣町デイ、リチャード、アントニー、フィリップ。なぜか豚は食わない、うまいのにな。金曜の食事で長い祈り、土曜はシナゴーグ。わけわからないのにアリとネギンはアラブ系。関係ねえ、みんなで遊ぶぜ。アリは頼れる兄貴で、ネギンのお菓子は甘くんで、みんなで笑い転げた。今思えばすげえ楽しかった。ずっと続くと思った毎日が、家に帰る途中何があった。アリとリチャードが殴り合い、訳を聞いてもお互い何も言わない。いつしか集まりはなくなり、アリとネギの一家もいなくなった。宗教のこと、中東のこと、何にも知らない。本当のこと、イスラエルとパレスチナ、幸せになりたいだけの誰しもが。街でばったりネギンに会ったら、ごめんねとだけ言って走り去った。ただ遊んでたいだけなのに、何も言えず立ち尽くしたあの日。 You may say I am a dreamer、 変わりゆく今、あの頃のまま君と遊んでたい。Let me take a trip down memory lane。 そんな感じで過ごした everyday。 日本人の子供は日本人学校に、俺は一人地元に残り遊び、使える英語を身につけたんだ。連中はほとんど喋れないよ、バカだな。ユダヤ人地区に一人のエイジアン、誰が味方で誰が敵か。チョップスティックチョップスティック箸を使いな、ナイフとフォークは見てないぜチャイナマン。8歳で戦争に負けたって言われた、ユダヤ人に言われて重く響いた。西インド、ボルゴロアル、ジャマイカにポーランド人のターニャ、可愛かったな。いつしか飛び込み一緒に遊べた。地元のサッカーチームリーダーは俺だ。ソロモン・バークは最高のフォワード、初めて生で見たオーバーヘッドキック。ガキでも生意気お気に入りのユニフォーム、スパイク、マンユー、トッテナム、リバプール。ソロモンはなぜかセーターにスニーカー、相手チームにやられた。フォーアスニーガー、マジで切れた。ソロモンが相手をボコボコにしても誰もフォローできなかった。数ヶ月後ソロモンはチームを辞めた。兄貴と一緒にスポーツショップに入ったんだって。どんな気持ちでグラウンドに一人、ただ欲しかっただけ。スパイクとユニフォーム、子供でもわかる大事なこと、子供にはわからない悲しいこと。もう一度ソロモン・バークのあのオーバーヘッドキックが見たかったな。 You may say I am a dreamer、 変わりゆく今、あの頃のまま君と遊んでたい。子供の時にはイスラエルとパレスチナのことも分からなければ、お金がなくてスパイクとユニフォームを買ってもらえない子供がいることも分かりませんでした。でもその時に起こったことが何かすごく悲しくて、何かすごくどうしようもなくて大きくて、そして未だに考えるきっかけになっています。子供は実は分からないのではなく、子供はちゃんと体で体験しています。一つ一つの経験は子供はちゃんと分かっていると思うので、しっかりと世の中の仕組みを教えていってあげたいと思います。娘が2人いるので、実感としてそう思っております。
ドリーマーでした。ありがとうございます。はい、ということで、皆様が今目撃したのが清涼会館で行われた初めてのラップライブでした。ありがとうございます。ダースウェイダー人形賞。